ルドルフ・シュワルツは、オーストリア出身の指揮者、ウィーンの生まれ、リヒャルト・ロベルトに、ピアノ、ハンスガルや、リヒャルト・シュトラウスに作曲を学ぶ。1922年に、ウィーン国立歌劇場に、ビオラ奏者として就職したが、1924年には、デュッセルドルフ歌劇場で、ジョージセルのアシスタントとなり、指揮者に転身した。1927年から、 カールスルーエ州立歌劇場の指揮者人の一人となったが、ユダヤ人だったために1933年にナチスの人事介入により解雇されている。1936年にベルリンユダヤ文化協会の音楽監督となったが、1939年にナチス当局に捕獲され、1941年にアウシュビッツビルケナウ強制収容所に収容されている。 第二次世界大戦終戦前には、ベルゲンベルゼン強制収容所に移動させられるまでに、肩を負傷し、修正その傷に悩まされることとなった。1947年にはイギリスに行き、ボーンマス公共楽団の主席指揮者を1951年まで引き受けた。1951年から1957年まで、バーミンガム市公共楽団の主席指揮者を務め、 1957年から1962年まで BBC 公共楽団の主席指揮者となった。1964年から1973年までノーザンシンフォニアで指揮を取り、1970年末までフルスノ・ボーンマス公共楽団、イギリスオペラグループやベルゲンのハーモニエン管弦楽団などに客演を重ねた。1980年代に入ると、 次第に指揮活動から遠ざかるようになった。1973年には CBE を受訓している。ロンドンにて没。ARKIVMUSIC.com。ありがとうございます。